こちら品番が C6350 プチレタスワッフルオーバートップスです、はい、こちらがカラーが今ブンちゃんが手に持っているホワイト、そしてブラウン、そして今ブンちゃん着ているブラックの3色展開と、サイズがレギュラーとプチ M の2タイプとなっております、はい、でお値段がこちら税込み1990円で、こちらも今日6時から明日の朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、では文ちゃんおすすめポイントお願いします。はい、おすすめポイントお伝えします。はい、ちょっと私着てる色ちょっとごめん着てる色がちょっと見にくいかもなんですけども、こちらワッフル素材のトップスになっております。表面感がボコボコしたアイテムでございます。でなぜワッフル素材にしたかというとですね、まず、プチレタスのアイテムを作るにあたって社内の低身長スタッフだったりとか、店頭でお客様とかいろんな方に身長が低くて悩んでますって方にいろいろお声を聞いた時に、ボリュームのあるトップスが着にくい、どうしても着膨れしてしまうと、オーバー長さがある、オーバーサイズのものだとどうしてもちょっとやっぱり太って見えてしまうところがある、でも着たいっていうのが多かったので、普通の T シャツ生地、後で紹介するこっちのロゴ T のような普通の T シャツ生地ではボリュームの袖を作ってしまうとちょっとへたってしまうんで、そこまで厚れすぎずでもほのかに、ボリュームが出るこのワッフル素材、表面にこう凹凸がある素材を作ることによって、今回ちょっと軽やかだけどボリュームが出るっていう素材を採用しました。で、かつめっちゃ見にくいと思うんですけど、前後差、もぴちゃんの方から、はい、前後差をつけることによって長いんですけども、そんなにこうズルズル見えないところと、サイドスリットかなり深めに出てます。で今回このパンツと一緒に着てほしいなってところがあったので、ハイウエストのボトムとギリギリ腕を上げない限りはインナーが見えないぐらいを攻めてみました。でこうすることによってフロントインがすごいしやすいので、アウトでもバランスよく着れるし、フロントインしても全部インしても使いやすいようにちょっといろいろディテールこだわりました。あとは喉があとは袖のちょっとポワン感ですね、ボリューム感っていうとやっぱり袖 の冬場とかってお袖のボリューム感結構お好きな方が多いっていうのがアンケートでも多かったので、リブをちょっと気持ち長めに設定して、この袖周り見えますかね、腕周りをちょっとこうカーブしてポワンとさせることによって、下ろしてもボリュームがこうタポンとこのリブが押さえてくれることによってタポンと感が出るけど、手首のところをキュッとしてくれるので、低身長さんでもそんなに重たくなく、かつ袖を隠し上げてもいい感じにボリュームが消えないようにちょっとこだわって設定いたしました、なので結構ワッフル素材カジュアル味はするんですけど、ディテールはかなりこだわっているので普段使いにとてもしやすいかなと思っております。はい、はいです、ありがとうございます。はい、じゃあコメント読んでいこうと思うんですが、2人がね、はい、今ねプチ M を、ありがとうございます、すいませんお願いします、はい、このプチ M を2人ともレギュラーではなくプチ M のトップスを着用しております。はい、じゃあコメントいこうと思うんですが、スリットがめちゃくちゃ可愛いよねって、そうそう、本当にスリットしっかり入ってるので低身長さんでもすごい着られてる感なくすっきり着ていただけます。はい、また後ほどレギュラーも2人とも着て比べをしようかなと思います。はい、はい、あ、前にしたところが見たいです。はい、あ、ありがとうございます。はい、私分かるか、分かるかな、あ、確か私もいい一応ね、黒で前にするとこ分かんないで確かに黒いからこんな感じです。確かに本当前にでもめっちゃすっきりいただけます。しかも素材がこれすっごい柔らかいんで、はい、インとかもしてもこの辺がごわついたりとかはせずにすっきり着ていただけると思います。あ、私結構マイン好きですね、リオネ、かわいい、なんかこのボトムハイライトのボトムにインするときにいい感じにスリット入れてるんで、足がめっちゃ長く見えると思います。マインしてもらうと確かに、はい、スタイルアップが変えますね。はい、ワッフルだと毛玉できにくいですか、生地感アップで見たいですって。ワッフルはね、そうですね、ごめんなさい、全然こちらホワイトはこんな感じです、普通の毛玉というよりもどちらかというと表面に凹凸感があるので、擦れるとその
ちょっと毛羽立ちは多少やっぱカバンの擦れとかで出てくるかなとは思います、うんうん、だからまあニットとかに比べてはそこまで毛玉感はないと思うんですけども、うん、ただやっぱ表面に凹凸感がある分擦れは少し気をつけてもらえると嬉しいなって気持ちです。はい、はい、です、うん、あ、薄手かな、重ね着にも良きって。え、重ね着めっちゃいいですね。ね、この上にスウェットとか、あー、可愛いと思うし、ジャケット方でも、うんうんうん、可愛い、はい、可愛く着ていただけると思います。はい、うん、あ、ぶんちゃんの上下買おうかなって。ありがとうございます、ね、そう、黒を黒でも素材感が違うので、うんうん、そんなに重たくなりすぎず、そうですね、使いやすいと思います。あ、じゃあレギュラー来てほしいですってコメントもいただいてるので、うん、じゃあ2人とも順番に書いていきましょうかね。ありがとうございます、はい、今日は皆さん2人とも覚えておいてください、サイズ感こんな感じです、こんな感じです、はい、はい、です。じゃあさっき文ちゃんに、うん、はい、行きましょうかね、はい、お願いします。はい、あ、ノースリーブのワッフルと生地感似てますかっていただいてるんですが、よりもっと柔らかいです。はい、まあ、あのノースリーブ、私が持ってる私物のレタスのノースリーブも全然硬いことはないんですけど、それよりもっと柔らかくてしっとりした感じです。なので肌当たりはすごくいいです。めちゃめちゃ着心地良きでございます。はい、うん、あ、そうですね、ぶんちゃんと私もちょっとレギュラーしてきますので、ぜひサイズ感を覚えてていただけたらと思います。一応私の身長でもね、あのお尻はね隠れます。はい、くらいのサイズ感です。うん、ちょっと戻りまして、あ、生地、そうです、もみちゃんがガチ買いしてるブルーグレーのノースリーブワッフルと素材感と厚みは似てますかっていただいてるんですが、厚みはどうだろうな、でも近いと思います。なんか肌触り、素材感は今回の方が柔らかくて肌当たりいいなと思うんですけど、分厚さはそこまで差はないかなと思います。はい、そう、着心地良さそうで、めちゃめちゃ着心地いいです。すごい柔らかくて、はい、おすすめです。結構ね、ブラウンもね、アップでお見せするとこんな感じです。ちょっとね、画面だと明るく映っちゃってるかもなんですけど、結構しっかりした、ちょっとこう明るいブラウンっていうかはちょっと濃いめの、若干暗めかな、のブラウンなので。あ、そうそう、さっき言わされたんですけど、今回全部カラーもオリジナルで作ってて、そうなんだ、ブラウンもちょっと春じゃないわ、春寄りのブラウンじゃなくて、うんうん、秋冬に合う濃いめのブラウンであえて作ってます。確かに、確かに秋冬が一番良さそうですね、今からの時期、うん、どこのライトブルーのデニムにブラウンとかでも全然いけますし、うん、あ、もっちゃん、バンザイしてほしいの、 OK です。バンザイしたらこんな感じ、まあ、でもおへそは見えないですよ。うん、スリッパはね、しっかり入ってるんで、インナーは必須なんですけど、万歳してもこんな感じで、おへそは見えないです。はい、ちょっと下行きますね。ブラウンも可愛いでしょ。今から文ちゃん、あのブラウン着て出てくれるので、少々お待ちください。レギュラーも札ってあるんですか？レギュラーもありますね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。交代ね、交代が交代、あ、そうですね。さらっと、さらっと交代します。今私がレギュラーを着てきました。ちょっと待ってくださいね、私もじゃあレギュラー着てきます。はい、トップスレギュラーのブラウン着ております。ちょっとさっきと、さっき黒だったので分かりにくいかもなんですけど、さっきは後ろの長さがお尻にかかるぐらいだったんですけど、今は完全にお尻すっぽり隠れるぐらいの長さになってます。はい、で、お袖もだいぶさっきより長くなってるんで、タポ付きがやっぱ私の身長153センチで着るとタポ付きがだいぶ余る感じですね。こんな感じになります。あえてルーズに着るっていうのもありかなとは思うんですけど、着丈がだいぶ異なるので、その辺はバランス見ていただけたらなと思います。はい、ありがとうございます。これもね、ちょっと完売しちゃったかな、まだ在庫もしかあるかもですけど、前回のプチのスカートでございます。前回もご購入いただいた方、こんな合わせ方も可愛いかなと思ってご提案します。でも感動持ってます、はい、ありがとうございます。
ブラウン、家目でも似合いますか。はい、私ね、多分自己診断ですけど家目だと思われるので全然このブラウンは違和感ないと思います。はい、この身長でも丈いけるかな。一応、ページ内に158センチのスタッフがプッチとレギュラーを比べているのがあるので、あと158の高身長ではないんですが丈感参考になると思いますので、よければ見てみていただけると嬉しいです。あ、高身長動画流しましょうか。 あるのか、はい、あるんだって。あります。全然全然。じゃあ、はい、ちょっと L サイズ着用です。高身長さんは、うん、L？ はい、L です。あ、パンツです。あ、嘘だ違った、違う違う、トップスね、トップスね、ごめんなさい、トップスはないです。失礼しました、失礼しました、すいません、ありがとうございます先をしちゃってごめんなさい、ごめんなさい、はい、でもそんなにね、ちょんちょんだけではないです。はい、私のお尻すっごい誇れるので、高身長さん168センチの方とかだったらちょっと上がるというか、お尻をかけるぐらいだとは思います。はい、あ、お尻隠したかったらレギュラーの方がいいのか。どっちもね、お尻は隠れるんですけど、隠れ具合、全部隠したいんだったらレギュラーの方が、まあ、確かにすっぽりは隠れとはくれるんですけど、やっぱりこうずるずる長すぎるより少しやっぱ気持ちかかるぐらいにしといてもらった方が、まあ、バランス、全身のバランス感は綺麗かなとは思います。はい、あ、腕伸ばしてみてほしいです。はい、完全に伸ばすとこんな感じ、ちょうどリブ、今手はこの辺にあります。袖口の切り替えの半分ぐらいの位置ですね、今手があります。レギュラーと手はちょっと出ない感じですね。はい、で、満員ですね、了解です。あ、間違った、あ、コメント、あっライブ久しぶりすぎてね、慣れてないんですが、はい、満員するとこんな感じですね。はい、スカートで満員したのかわいいですね。うん、ですね、ちょっと私もスカートで入ってきたんですけど、雰囲気変わったね。そうですね、全部インしてもやっぱりすごい生地感も薄手なのですごいしやすいです。はい、うん、あ、そう、私もアウトしよう。ありがとうございます。あ、やっぱ私コメント消えてもた、一回出たから失礼しました下から見ますね。はい、あ、ちなみにリブ、プチのリブパンツとは似合うかなってお話なんですが、ちょっとね、小物気をつけさえしたら合うと思います、うんうんうん、どうしても両方とも表面に凹凸感のある素材のカットソーなので、うん、気持ちちょっと合わせにくかったりはするんですけど、なんかパールの小物つけてもらったりとか、うんうん、ヒールにしてもらえたら気持ち綺麗にはアップデートできるかなと思います、うん、はい、はい、です、はい、で、私もレギュラーを着てきてアウトするとこんな感じです、まあ、より本当お尻が隠れますね、うん、あとサイドスリットもさっきちょっとハイウエストのもの着ると若干インナーがしっかりスリット入ってる分見えてたんですけど、これはまあインナーが見えなくなるかなという感じです、うん、あと骨盤ぐらいのスリットの位置にはなります、はい、まあ、でも好みかな。身幅とかはこれ一緒なので、うん、この着丈が違うだけなので、はい、まあ、なんか本当ゆるっと着たい人はレギュラーでも、身長が私たちぐらいでも全然着れますし、うん、はい、結構すっきり着たいなって方はプチ選んでいただけたらいいかなと思います、はい、ちなみにもっちゃんはレギュラーは好みですか、プチが好みですか。むずいです、難しいな絶妙な身長だもんね。そうなんですよ、ね、だもんね、そう、どっちでもいけるからね、そう、どっちでもいけるんですが、うん、でも今からの時期、うん、結構レイヤードとかやっぱりニットの下にってスウェットとかレイヤードするんやったらプチ M の方がしやすいんやろうな、うん、しやすいんじゃないかなって私は思うんで、うん、じゃあプチ M かな、うん、だそうでございます。はい、です、うん、はい、首元の開き具合もプチとレギュラーは変えてなかったはずです、うん、はい、そうですね、そんなはず、はい、これくらいでございます。基本的にプチとレギュラーでは着丈、うん、長さのところが変わる感じの仕様になっております。はい、はい、です。あ、裏側はどんな生地ですか、滑らか、肌触り気になります。裏側はですね、表面とさほど変わらない本当にワッフルの生地になってます、うんうん、表面に比べて気持ち凹凸感がなだらかかなってぐらいな感じでございます、
ちなみにお値段なんですけども1990円税込みでございます。はい、で明日の朝でしたっけ、明日の朝まで、あ、そうですね、朝11時59分まで特別価格で送料無料となっておりますので、ぜひぜひご検討くださいませ。はい、だいぶ久しぶりすぎてちょっとまだテンションが勢いがちょっとおかしいですが、はいです。あ、レイヤードしてみてほしい。今ね、もっちゃんがちょっとレイヤード考えてくれてるので、ちょっとお待ちください。ニットとかスウェットがまだなくて、サンプルが。そう、まだね、うん、上に羽織る系のものしかないんです。そうなんですよね。うん、まあ、もちろんこういうジレ合わせとかも、ね、はい、全然いけるので、ジレとかとも相性いいですし、ちょっと後でサンプル見て、あの、うん、スウェットとかニットあったら、ちょっとやってみようかなと思うんですが、ごめんなさい。はい。うん、けどあのベスト、ニットベストとかとも相性いいと思います。です。袖丈は変わりますか？あ、私結構動いた。はい、結構動いた。あ、ちょうは。え？違う。ああ、とか言って。ちょっと後で探します。ですね、こちらは袖丈は一緒。あ、ちょっとだけ違いますね。2センチだけ違います。プチエンブは 53.5 なんですけど、レギュラー 55.5 なので、袖丈も少しだけ。多分バランス取るとね、やっぱり袖丈も長くなるんですけど、若干違います。はい。うん。で、ジレもいいですね。間違いなく相性良きでございます。うん。スカートもレタスのものですか？そうですね。さっき文ちゃんが入った分も、はい、プチレタスのスカートです。はい。もしかしたらちょっともう在庫ないかもなんですけど、よかったら調べてみてください。はい。はい、うん。下はプチ。忙しい。白は透けますよね。そうですね、白は、まあ、あの黒とかのインナー着ちゃうとやっぱ結構透けるんですけど、まあ、透けにくいかなとかしていただいたらそこまで気にならないかなと思うんですけど、私多分冒頭白のインナー着てて若干透けてたので、まあ、でもそんななんかシアー感が強すぎるってことはないので、そんな気にしなくても大丈夫かなとは思います。はい、うん、はい、私もこれつけてた。忘れていた。ボトムもありましたね。はい、あ、今来たんですけど、レギュラーとプチはどう違いますか？基本的に丈感が違います。着丈と袖丈が異なる仕様になってます。はい、あ、普通に黒いいな。でもブラウンも可愛いし、ありがとうございます。結構ね、着やすいですし、ワッフル素材って本当に。あの今の時期本当にちょうどいい裸相手にとてもぴったりなアイテムなので、ぜひご検討ください。はい、お洗濯はですね、洗濯はあ、できます。ありがとうございます。はい、できるとのことです。はい、はい、いただ